2018年2月に建てられたスレ。スレ主はこの世界は虚構だという。そして人生と命を懸けて、この世の真実を暴こうと動いています。スレ主が考える他日の世界、輪廻転生、魂についての話など、とても興味深い話が続きます。途中、にちゃんオカルトいたらしい？妄想も一部あったりしますが、そこは愛嬌。話は宇宙のことについても一部触れます。この世界や霊界を作った神の目的とは？なぜ神は不幸な人間を救わないのか？それではどうぞ。この世界は虚構です。多日沼で監獄の中のベッド。この世と霊界の目的を知り、全員震えが止まらない。この世界は虚構です。詳しくは、高野慎介著、地球人の脳は宇宙人に乗っ取られているやイルミナティの世界支配の陰謀、コーリーグッドのコズミックディスクロージャー、米国政府宇宙人隠蔽問題、スピリチュアル界隈で霊能者によって、霊とのチャネリングによって語られる多死後の霊界構造、タビストック人間関係研究所や電通などのマスメディア、影の政府などによる、人類への洗脳や奴隷化などで知れます。現在、私は人生と命を懸けて、この世の真実を暴こうと動いています。私はこの虚構の世界から下脱をしたいです。なのでこの世界に矛盾を感じたり、疑問を持つ同じ思想の方がいましたら、一緒に知恵を絞ってこのスレで、施策の発表や議論や情報交換をしましょう。正直、このスレッドで取り扱う話題は、非常にレベルが高いです。どの程度の方がついてこれるかわかりません。私はこの世の真実を知る手っ取り早い方法は、多死ぬことだと考えています。科学者も多死後、意識は残り宇宙に放出されると語っています。私も多死後意識が残り別世界に行くと強く信じています。真実を追求している、フリーメイソンなどでも多死んで別世界に行く儀式があるくらいです。ここに真実があると思います。しかし、多死ぬことは痛く苦しいです。これも人類を設計した神宇宙人によるペナルティプログラムです。人間は生きて神宇宙人の思惑通りに活動し、データを提供するモルモットとしてうまく設計されています。私はここまで真実に近づきました。しかし、最後の現実に答えを体感するということにブレーキがかかっています。我々は多日沼で監獄の中のペットでいるしかないのでしょうか？欲しきます。多死んだ後のことや真理を知ってどうなる？知らぬが仏という言葉もあるぞ。多死沼でマトリックス監獄に閉じ込められた生活を送るのもどうかと思います。最近のオカルト板では、多死後の世界があるのかないのかで、論争するという低レベルな議論をするまで落ち込んでいます。シルバーバーチを読んだことがあれば、そんな疑問は吹っ飛ぶはずです。私は人生をかけた真実の探求者です。まず、我々一般人の送る人生ですが、親から生まれ学校に送り出され教育され、高校大学を卒業し就職します。就職後は会社や団体のために、毎日8時間以上、社会運営のために働かされます。そして週末に1日2日休んで、1週間が終わりです。これを毎年繰り返し、定年の60歳まで働きます。定年後は脳や肉体が老化し、自宅でテレビを見て、ぼーっとした生活や老人会に参加し、最後は病気と戦ったり、老人ホームで介護されたりして多死にます。個人の人生で、自由に好きな活動ができる時間は少ないです。定年まで働き詰めで不勉強なまま年老い、この世の真実など知らずに、無力な老後を過ごします。なのでこの世の真実を知れるのは、社会の上層とモラトリアムの高等遊民、真実を追求する勉強家のニートだけです。この世界は多重支配構造。この世界は多重支配構造になっていて、トップは宇宙人など高次元存在、その下にイルミナティ、その下にフリーメイソン、そして行政機関や各企業となっています。一般人は、フリーメイソンまでですら、たどり着けません。行政機関や各企業に、下っ端として使われて、人生を送ります。しかし、フリーメイソン以上の階層では、社会の支配のために陰謀を巡らしたり活動をしています。一般人の知らない世界です。一般人は学校や仕事以外ではテレビや広告、インターネットまとめブログや、動画サイトに支配され思想や行動を、コントロールされています。知らない間に人生を、がんじがらめにされているのです。私のような真実の追求者は少ないです。だとしたら、このスレを確実に監視されてると思うけど君はどうなるの？ていうか支配が確立してるなら、全部バラしちゃってよくない？
バラしてもどうすることもできないでしょ。なんで隠すの？人は他死後霊界に赴くとされています。これは一般には浸透していない考え方ですが、歴史上の心霊体験の記録や臨他死体験などで、スピリチュアル界隈や宗教界では、常識となっています。詳しく知りたい方はシルバーバーチの書籍、古代霊は語るやその出版社の関連書籍を漁ると良いです。しかし、現在は絶版が多数出ています。アニメ映画永遠の方などでは、霊界についての情報がうまくまとめられています。YouTube で見れます。人は他死後、中間界で審判され霊界、天国に入るか幽界に送られるか、地獄に送られるかが決まります。有罪と判定されたり、価値の低い魂と判断され幽界以下に送られると、酔えた死後人生は送れません。合格と認められ霊界、天国に入れたとします。霊界は素晴らしい綺麗な夢のような世界ですが、霊界での生活に飽きたり、一定期間が過ぎたりするとまた転生して、地上に生まれるように進められます。しかし、これは罠です。地上生活は悲惨で、苦難の連続の地獄です。しかし、ほとんどの霊は、騙されてまた地上に生まれてきてしまいます。しかも記憶を失って、人はこの悲惨で、残酷なサイクルを繰り返しています。それは工事の存在、神が作った仕組みです。一説では貴族の魂は、地上に転生してきても、毎回の人生において優遇されて、貴族として生まれてくると言われます。真面目な人は、一般下級階層に生まれ、貴族のために人生を尽くさせられ働かされます。これは詐欺システムです。しかし、一プレイヤーでしかない一般人の魂は、このことを知らず、毎回騙されて転生して記憶を失い、社会の仮想として奴隷として、奉仕の人生を送らされます。真実を知ったあなた、何とかしたいでしょう？そのためには、真実を追求することが大切です。何とかする方法は、まだ私にはわかりませんが、フリーメイソンや、イルミナテなどの秘密結社に入るのが逆転の方法だと思われます。どうやったら秘密結社に入れるのか？それこそ真実を追求することなのです。フリーメイソンはニートは入れない。一定の社会的地位がないと無理。イルミナティはもっと敷居が高いから無理。フリーメイソン連合、つまり連合国は反神仏派だよ。ではこの世界や霊界を作った神の目的は何なのでしょうか？それは人類を使って、データ収集をすることだと言われています。我々の世界の科学者が、コンピューターを使ってシミュレーションをするように、高次元の神は我々人類を、この地球社会実験のために使っています。神にとって、我々人類の活動は貴重なデータです。具体的に何のためにデータ収集をしているのかは明らかになっていませんが、使い道はいくらでもあると思われます。我々人類の作ってきた歴史が、データ化されているのです。アカシックレコードなどとも言われています。例えば、とある時代のとある人間になりきって、その人間の体験したことを、追体験することもできると思われます。鑑賞のみもできるでしょう。神はこのデータ収集によって、自らの支配欲を満たしていると思われます。なぜ神は不幸な人間を救わないのでしょうか？それは人間があくまでこのデータ収集のための、試験体に過ぎないからです。もう一つはひどい人生を送られても、他死後に霊界天国で救われるからでもあります。そして悲惨な人生を送った試験体は、霊界で救われて神を自分を救ってくれた、素晴らしい存在として崇めます。そして一定期間を、魂の修行のためなどと称して、また悲惨な地上にデータ収集のための試験体として転生させられます。試験体をデータ収集のために使って、霊界では素晴らしい神だと崇められ、またデータ収集のための試験体として、再利用できるわけですから神の思い通りです。そして、私はその虚構に気づきました。何かしたいと思うなら丸思考を止めて、動きを止めて、肉体だとか意識だとかも忘れる。今を感じる。その高次元の神とやらに、転生からアクセスする方法を見つけるしかないな。イルミナティの面々も、あの世での記憶を消されてから転生してるわけで、彼らもその仕組みやルールは知るまい。が意識が薄れるレム睡眠時に、何か秘訣がありそうな気がする。わかる。まさに、流れに身を任せる。って感じだよな。ものすごく大雑把に言うと、意識が主体で、個性をまとって人の人生を体験する。意識にとって人間としての人生体験は娯楽だろうね。支配非支配っていうのも単なる思い込みだからな。それに気がついちゃうと、もう支配できなくなってしまう。
直接簡単に真実を知る方法としては、他神で魂が肉体を離れることだと思われます。メイソン第三等級の指定というフリーメイソンについて書かれた小説では、秘密結社組織によって仮出し状態で土埋められ、魂が霊界天国に行く儀式が出てきます。これを結社では悲惨な地上世界から、善良な魂の仲間のいる天国へ、逃れる手段として推奨しているのです。オマルム真理教でも信者の下脱の手段として、トイレだけがある1畳程度の個室で、水も食料も与えられず、出し抜き式がテレビで問題視されました。しかし、オマルム真理教は馬鹿ではありません。東大卒や京大卒の優秀な信者が集まる真実追求の組織でした。彼らなりに下脱を研究した結果がこれなのです。他にも仏教では即身仏という飲食を断ち、自分から意図的にが断ちして、仏になる儀式があります。このように自殺こそ究極の悟りと言えるでしょう。その高次元の神とやらに、現世からアクセスする方法を見つけるしかないな。本物のイルミナテや高次元の魂は、記憶を持って地上の人間として、転生できると言われています。本物のイルミナテはテレパシーや、超能力が使えるので高次元の神ともアクセスできると思われます。以前、2ちゃんに現れた、イルミナテ元トップ顧問が、夢や精神世界で神とコンタクトしているようなことを語っていました。精神世界で神に3本の日本刀で切り刻まれたらしいです。通覚を消せるとも言っていました。この存在ってのは、イメージ的にはタコの足の先端の触覚みたいなもんかなって感じる。大雑把に、国、民族、とかで、まず分かれてそこから魂のグループに所属しててそこから、新しい肉体に順番に転生していって、あの世からの情報をこの世に送って、この世を構築するってな感じ。軍隊のイメージがわかりやすいかもしれん。元帥、神がいて、その下に召喚がいて、各部隊があって、魂のグループの末端は小隊で5人。そんで、前世の記憶とかいうのは、自分以外の魂のグループの誰かの記憶が流れ込んでるだけで、本人ではない。なぜなら子としての意識は、他日後神に吸収されて消滅するって思ってるから。5人いるのは、常に申請してる魂で、意識で引き継ぎはないって思うわ。まあ思うだけだが。人間と神の存在を悪く捉えすぎてる。気持ちはわかるが、この世界は苦に満ちているが、見方を変えれば、ありがたい世界でもある。人間は神も一部であり、神も機関でもある。宇宙は濃厚集積生命体。成長は濃厚量が増えること。数学的プログラム自体が神的存在。人とは神も文明であり神を内外してる。人が交わり暮らし、科学という妄想的創造を構築していく。それにより道具を作り神も体を構築、掘り出すことによって、データ生命も体を増やしていく。この世界は物質物理という枷、無限を切り分けて我がと限界を作ることによって、自由に人のデータが交わり、驚くような化学反応の可能性を増やしている。善も悪も必要だから存在している。宇宙人、幽霊、天国、霊界、地獄、神も人の想像力、想像力が作り出している。歴史も存在しない。今を起点に過去も、未来も生まれ、常に改変され続けている。シルバーバーチでも人は、神の分霊だと言っていましたね。難しいですが参考になります。知ってることもっと教えてほしいです。自分はいろんなスピリチュアルを読んで、こうじゃないかと推測してるだけです。その元になってるのは神だとかではないですが、大元教のお触れ先、出口オニサウロウの言葉や、日月神理をメインに、天理教、黒ずみ、根高教、などに共通性があり、面白いと思ったところからハマりました。もちろんシルバーパーチ、インディアンのもの、その考え方をもとにキリスト教、仏教、イスラム、ユダヤ、サイババの言葉を照らし合わせると、同じようなことを言っているのに気づきます。もちろん後付けで悟っていない弟子の間違いや、よく人が勝手につけ足した部分が、なんとなくわかるようになります。チベット密教の虹の神体と戦闘の錬金環境。肉体を光化してこの世界や輪廻から、解放される方法もあるらしい。今ここにある虹の体。チベット密教のニンマハに、即剣という、修行法があるが、即剣を完成すると、虹の体を得るとされています。それは多日の際に粗雑な肉体が空に還元されてしまい、最も粗雑な髪の毛と爪を残して、消滅してしまうという現象です。粗雑な物質が微細なエネルギーに還元され、空に溶け込んでしまうのです。虹の体を得た行者は、
自分の他引きを自分で選べるようです。生きるも他死ぬも自在の状態です。そして、この世に戻らないのも戻るのも自在です。涅槃に入ってしまってもいいし、またこの世に降りてきて人々を救う活動を行うこともできます。これは通常の他非というものとは、呼べない境地と言えるでしょう。戦闘の錬金環境。肉体を消していく最後の行と肉体の魂化。肉体が帰化し、この天地の地と一体化したとき、本当の意味で人間は自由になれるのである。この行を、錬金環境の段階という。密教ですね。現実にこんなことができるのでしょうか？やり込んでますね。最近のごちゃんでは珍しい方です。岡本天明の日月神秘の方が読みやすいですし、量も少ないので入りやすいかも。霊界物語もそうですが、暗号的な部分は、自分も理解できないところが多いので、深く読んでいません。金光、黒炭、天理、大本、ひつきなど、日本の新宗教は同じ発信元のような気がします。最近気がついたのは、サイババ、いろいろ怪しい噂もありますがも、同じようなこと言ってます。フリーメイソンの昔の賢者も、同じようなこと言ってます。まだ読んでいないので出口鬼三郎の霊界物語や関連書籍も、当たってみようかなと思います。貴重な情報を書いていただき、ありがとうございます。個人的には超常能力を得るための修行とかは違うと思う。大体の宗教では、それにとらわれすぎないように書かれている。チベット密教の方は、目撃者は最近でもいるらしい。戦闘の方も目撃報告はあるが、大昔のことなので信憑性は不明。チベット密教は本格的ですね。やるときは現地まで行かないといけませんね。宗教やスピって超派と派で偽善を行い、ただただ飼い殺しにされてるだけだよ。幸せにはなれないし、何より勝利できない。それでいて世の中は高派は、悪役にしようとする。世の中の霊的存在も人類も、腐り切った醜いお仏であり、神や仏がいても救いやしないだろう。誰がお仏を天国に招待しようと思うのか。この世を悪く捉えていると言われましたが、あなたの見方も現実的で他の方が言わないことなので参考になります。世の中、綺麗事では成り立っていないですよね。一般の人には隠されている秘密、現実があると思います。皆様貴重な情報を書いていただきありがとうございます。今後も考えを練ろうと思います。なぜこの世に悪があるのか？霊界ではどういう構造になっているのか？今後も探求を続けたいと思います。そして具体的な目標としては、現世やあの世で得する生き方を見つけたいと思います。騙されて馬鹿を見る人生を送るなんて嫌です。少なくともこの世は無知な人間には、厳しい世界です。甘くはありません。現世でズルをし、得をするべきなのか？他死後地獄に落とされるから、現世で損をしてでも、善良に生きるべきなのか？人生を中断してあの世に直行すべきなのか？修行をして悟るべきなのか？今後も施策を深め答えを見つけます。ひつき真珠は2セット持ってます。読みにくい本なので全部は読んでいないですが、ウィキペディアに書かれている部分などは、繰り返し読みました。霊界の仕組みや神についてなど、参考にしていて覚えています。高度な心霊の働きは人には、気づかれないようになっているとか、神の正体は、IR コンピューターのようなものだとか、ただ予言などは、鵜呑みにしないようにしています。全体の救済など現実化してほしいものもありますが、一向になる気配はないので。ちなみに、ひつき神秘の霊界物語も、ネットで検索すれば無料で読めます。いろんな人が読みやすく、まとめたものがあるのでそれから入るのがおすすめです。ひつき神秘は最近、真偽不明のあれこそ後継者的なものがうようよあるので、読むなら天明のオリジナル読んでから、他のもの読むのをおすすめです。映画のマトリックスのように、週末、大変革あるぞって言って、2000年引っ張ってますって感じ。二元の世界は終わり。あえて悪役を演じているんだから、あったかい目で見てあげるべきわら。そういう話は聞いたことがあるのですが、支配層秘密結社は悪役を演じている。実際いつになったら素晴らしい新世界が来るのですか？目に見えてそういう動きはないのですが、結局、虐げられている米国の庶民などが、本気でぶち切れて支配層を追い詰め始めていて、支配層は、本気で今の奴隷搾取体制を維持するために不正や犯行を、重ねているようにしか見えないです。テレビでもあったが、核兵器のボタンは押されたが作動しなかった。これは我々の祖先、霊的にでも、ある宇宙人の仕業だ。地球は核兵器で何回も滅んでる。
宇宙人は遺伝的にも我々の祖先だという話を聞いたことがあります。超古代に、南極に入植宇宙人文明があったらしいです。最近では南極の雪が溶けて、ピラミッドが現れたりしています。もともと南極大陸は温暖な地域にあり、水星の影響で地球でポールシフトが起こって、今の人の住めない極寒の南極の位置になったらしいです。我々人類は、南極大陸に文明を作った宇宙人が、水星の影響によるポールシフトと、大洪水で南極文明で原発事故が起こって、放射能で退化した姿だとか、その宇宙人の正体がヤーウェで、南極に文明があった証拠として、現れたのがピラミッド。総一ドル札のピラミッド2目、つまりイルミナティです。ヤーウェとは、ユダヤ教を主体とする世界三大宗教、アブラハムの宗教の神です。古代日本にもユダヤ人がやってきて住み着き、日本にユダヤ文化が残されていると言われています。フリーメイソンはユダヤ教で、フリーメイソンの上部組織がイルミナティ。イルミナティの上の最上級支配層に、宇宙人とはそういうことです。実はここまでわかっているんですね。私はこの世界の構造を表層的には知っていると言えます。しかし、神宇宙人は、私とはコンタクトを取ろうとしないし、イルミナティも原支配体制を現状維持するのみで、動きを見せません。そして私は日々生活に追われる庶民です。いつまでも待っている余裕がありません。なので気まぐれでこのようにネット上に、真実を広めたりしたりもします。この世界の構造を知らない人が、日々学校や仕事に追われて生活しているのは、うましかしいです。私は霊界に旅立つか、この世界のくだらない仕組みを終わりにしたいです。しかし、一人で考えていても限界があります。今回のようにスレッドを立てると、いろいろ知っている方が書き込んでくれたりするので、立ててよかったと思います。神なんてもんは、超古代の生き残りの富裕層だろわら。正体バレるとまずいから、神とか宇宙人とか言ってるだけだろわら。案外、こいつらが古代世界を滅ぼし、ちゃっかり生き延び超富裕層だけの世界、神々の世界を作ったんじゃね？わら、今いる地球人はかつての超古代文明社会の底辺層で、何もわからず核の冬でほとんど多肥滅し、長い時を経て、今、再び、文明らしきものを手に入れたんだよ。そんで、遠い昔の富裕層なり、企業なりの名称が神の名となって、崇めてんだよ。古代世界を滅ぼした連中の名を、ゲイツ、ベゾス、バフェットの資産が、米国民の半分の合算と同じになったそうだわら。こいつら生き残りのために、死死貯蔵したりいろいろやってるからなわら。遠い未来、滅び去った地球の上に、再び土人が増え始め、ゲイツ神、ベゾス神、バフェット神を祀ってるかもな。底辺は永遠に馬しか神様を拝み続けるのさわらっぺわらべわら。実はここまでわかっているんですね。全部、誰かさんからの受け売りじゃねえかわら。その通りかもな。神やエロヒムと書き残されてるのは、太古の昔の金持ちあるいは支配者の可能性はある。俺も宗教はあまり信じていない。しかし、この世に霊があるのは間違いないよ。エロヒムというのは、天空の人々という意味らしいですね。天空とは宇宙です。つまり、宇宙の人々、ユダヤ教の神ヤーウェの正体は宇宙人です。そしてこの世界資本主義は、ユダヤ教徒が支配しています。ユダヤ教徒は神宇宙人の先民です。宇宙人は超古代に地球に入植していて、超古代人と言えます。もっと極論すれば超古代の生き残りの支配層が地球支配の神宇宙人と見るのは自然でしょう。ピラミッドは宇宙人由来。イルミナティはパクってるだけわら。ピラミッドはカシオペア座のエネルギー調整装置増幅などであり、現在地表上に残っているものの中では、クフ王のピラミッドのみが、カシオペア座の人たちが建造したオリジナルのもの。レイはそれを信じたい奴の妄想空間の中だけに存在する。妄想空間世界の中だけとはいえ、妄想者の認識する妄想空間、世界の中にだけは存在すると言えるわら。実は脳が示しても、意識はそのまま存在するんだよわら。そういえば遺伝子の動作スイッチに、音波が関係してるって話出てきたね。これって呪文やマントラ唱えたり、ソルフェジオ周波数とか、言霊に関係してくるかもね。生命自体が情報の集積体という表現には感じるものがある。この場合の情報の意味を、どう解釈するかという問題があるね。ただ、あの世にアクセスするときは、情報にアクセスすることと説明した方が、懐疑的な人たちに受けがいいかもしれない。ただし、その情報の集積体である霊は、記憶装置に留まり続ける。ビットの羅列とは異なる。
その情報自体が絶えず変化している。逆に考えるとどうだろう。本来、メイのみデータの世界があって、何かの目的で物質世界が作られたとか。で、実はあの世とでも呼びたくなる領域空間に、グレイなどの宇宙人がいる。この場合は宇宙人とは呼べないのかもしれないね。その領域に意識をつなげる方法がある。変性意識状態だよ。話変わるけど、ちょっと疑問がある。他品でも魂あるなら、ボケて他品だが、魂もボケたままだよね。永遠にボケたままなら、若い内に亡くなった方がいいような。回答できる方いますか？ご老人などにおいて、脳の働きの所以でボケることがあっても、そのご老人などの魂がボケることはないよ。肉体と霊体魂は同じものではないので、亡くなってしばらくすると、健康な状態に戻るし、本人が最も望ましい年齢の様子をしているよ。そうなんですか。少し安心しました。回答ありがとう。他日後は輪廻転生があるのか、ずっと霊界なのかも気になるところです。魂のレベル、発達程度によって異なります。大抵の人間は輪廻転生が必要となります。ずっと霊界にいられる資格があるのは、高次元霊だけです。一定期間を、強制転生かと言われると、微妙で上の次元に行くために、魂のレベルを上げようと、自ら転生を希望したり、霊界に飽きて地上へ転生を希望したり、霊界で地上に転生するように進められたり様々です。こねれば霊界に留まる期間を延ばせるかもしれません。こんな風世界に好きこもんで、生まれてくるやつなんているのかよ。厳しい人生を送ると、霊界で事前に言われて覚悟して生まれてきます。魂向上のためです。私はそれも拒否するつもりですが、ちなみに私は生まれる前に、占い師にこれから生まれてくる子供は、世界に対して役割を持って生まれてくると、宣告されて生まれてきた特別な魂です。現在、役割を果たしていますが、人生が厳しくて人生そのものについて、考えることが多くありました。霊界システムを知り、ことの真相を確かめようと勉強したり、真相追求をしたりしています。そうなんですね。回答ありがとうございます。できればごねて転生は避けたいですねわら。植物や動物への転生は絶対に避けたいです。人間から動物や植物への転生はないです。普通は人間から人間に転生します。入社試験のように何度も何度も面接を受けて、ようやく内定を受けて、晴れて新入社員になったのと同じようなことをして、この地球に生まれてきたんですよ。稀にですが、そのことを覚えている人物がいます。複数人の面接官の前で、どうして自分は転生したいのかを自分の言葉で説明してきたんです。自分のことを特別な使命があるとか、大冗談に構えて押し付けてくる人物は、残念なことにご病気の方か、それこそ低級霊の憑依を受けている方のどちらかです。掲示板一つを立てることが、特別な使命とは恐れ入りました。読解力のない方ですね。私がそう自称しているわけではなくて、生まれる前に占い師にそう言われたと、父親から聞いたのですよ。何の根拠もなく、自分が特別だと、思い込んでいる痛い人間だと決めつける低次元な行為はおやめなさい。誘拐送り確定の低級霊が集まってきましたね。人の話を素直に受け取れないのだから、地獄の住人と言えるでしょう。精神性が高かったらこうはなりません。ひとまず去ります。回答ありがとうございました。またお願いします。一気来ないなぁ。質問したんだけど、具体的に人を殺したら、次に転生した時はどうなんだろう？一般的に言われてるのはカルマの法則じゃないけど、人を殺してしまうような波動。自分という人間魂を作り上げてしまった以上、それを解消するためにはまず人に殺される体験をして、その気持ちを理解した上で、さらに人を殺そうとしているところを、なんとかやめようとする、などの体験を経て、乗り越えていくことになる。仏教で蚊を殺すな、精通症するな、と言ってるけど、虫や植物を簡単に殺すような人ってのは、そういう自分を作り上げてしまっているので、それを解消して一回り大きな魂へと成長するためには、自分が蚊となって殺され、植物となって殺される体験を経て、乗り越えていくこととなる。もちろん、殺される体験を得ないで、解消していく道もあるかもしれないが、一番手っ取り早いのは、殺したら、殺される経験をして、すべてを理解した上で乗り越えていく道。いわゆるカルマ解消。自分の魂の歪み、偏りの解消。安楽他日に関してのここまでのみんなの集合知のまとめ。皆さんありがとう。
オランダ政府が臓器提供に関しての画期的法案を成立させた。AFP だけ報道で日本のメディアでは、全く報道されていない。これが実は、改正安楽他死法案を通しやすくするための施策になっている。改正安楽他死法は一昨年に提出したが、昨年の選挙前に提出を一旦止め、練り直し作業に入っていた。この練り直し作業中に、安楽他死ロビー協会からの強力な提案がなされました。そしてこのロビー協会を通して、世界中からの涙ぐましいくらいの支援の数を、ルッテ首相に伝えると首相は偉く感動し、何としてもやり遂げなければならないと、決意したそうです。練り直しで新たに入った項目ですが、18歳以上であることと、海外、もちろん日本も OK、もすべて OK とのこと、この2つが追加されました。さらに今回の臓器提供を入れるのではないかというのが、大方の見方になっている。この臓器提供を追加で入れるというのが、法案を可決させるための最大の肝になってるようで、キリスト教民主同盟とキリスト教連合という今まで癌として反対だったところが、変わるのではないかと見られているが、野党もほとんどが賛成に回っているようなので、もしこのキリスト教系の2つの政党が反対していたとしても、余裕で上院下院ともに可決成立する公算とのこと、オランダの改正安楽他死法案が可決成立し、施行に至った場合、日本人は18歳以上ならば、他死にたいと思った場合は、無条件でオランダで安楽他死が可能になります。実はスイスの安楽他死は1942年から、できる状態にあったのだが、本格的に動き出したのは、2001年オランダ安楽他死法が、可決された後なので、あんまりやる気のある国ではない。やはり安楽他死に関しては、オランダが世界をリードする国であるのは、100% 間違いない。その国でやっと日本人も、安楽他死できるようになるという意義は極めて大きいのです。オランダの法改正で日本人の健常者でも、安楽他死ができるようになるそうです。だとすると苦痛少なく、この世から下脱し、霊界に行けるようになります。最後の善行として臓器提供もできるそうです。高級霊シルバーバーチとの更新内容では、他人のために犠牲となる形で他死を選んだ場合は、自殺でも天国に入れるそうです。まさに完璧ですね。現在、携帯型万能翻訳機も普及期に入っています。つまり、旅費とパスポート、飛行機に定時で乗れるなどの旅行の能力があれば、近い将来に無事に安楽他死ができるようになります。そして霊界に行けます。希望が湧いてきましたね。健常者っつっても年齢制限あるんじゃないの。あと条件いろいろあんだろ。まあ安楽他死できるなら何でもいいよ。さっさと法案通してくれ。もう世の中の仕組みに嘆くのらうんざり。霊界とかってさ、きっと今ここに同時に存在してるんだと思うんだ。ラジオの電波で例えると、現実世界が 80.0MHz だとすると、霊界は 80.5MHz とか、すごく近いバンド帯なんじゃないかなって。でもラジオみたいに 0.1MHz ずれても、受信できない。見えない。ごく稀に、何らかの原因によって、80.0MHz しか受信しないはずの人間が、80.5MHz の霊界をノイズのように拾うことがあって、あるいは霊界の方が人間界のバンド帯に近くなったり、それがいわゆる心霊現象なんじゃないかなって思ってる。そしておそらく天上界は 99.9MHz とか、とりあえず人間が誤差の範囲で、捉えることのない、すごく遠いバンド帯なんだと思う。生命が終わりを迎えた時に、受信できる周波数が切り替わり、霊界にチューニングが合うのだとするならば、これを意図的に変えることができたなら、すべての世界を生きながらにして、見れるんじゃないかなって。過去や未来も今ここに同時に存在してるんだと思う。でも僕らは3次元ラジオだから、時間軸に沿った受信しかできないんだと思う。でも何らかの原因、おそらく故障の類で、4次元ラジオに一瞬なったりして、それがいわゆる予知夢ってやつなんじゃないかな。たださ、意図していないとはいえ、実際に霊界も神界も、未来予知夢も、生きながらに受信はできるわけだから。条件や法則が分かれば、ある意味意図的に受信周波数を変えることって、不可能ではないと思うんだ。生前の記憶など誰もないし、転生はないだろうな。悪魔に魂を売って地獄に行くっていう。昔からファンタジーによく出てくる悪魔との契約だけど、地獄を運営するのもコストがかかるだろう。地獄を作ることで利益が出る何かがいるとするなら、母星で禁止されてる拷問を、どうしても楽しみたい、人間より進化した何かがいるのかもしれない。
った死後の地獄は悪魔と呼ばれる宇宙人が、契約してしまった人間を連れて行く悪魔の娯楽施設なのかも。人間を家畜として作った宇宙人。人間を食べる宇宙人がいたとしたら、地球の環境に合わせた体にしてから来てる宇宙人か、元から地球にいた、人間以外の知的生命体か、人間を家畜として作った創造主のどれか。地球は酸素があって、金属も錆びる。水が液体として存在してて、人間はほとんど水。別の星で生まれた異星人だと、人間を食べても、毒にしかならないことの方が多いだろ。触っただけで凍ったり、火傷したりする異星人もいるだろうし、そもそも体がないのもいるだろう。地球に来る宇宙人が友好的だと良いんだけど。なんで家畜として人間がいるのか。人間を家畜にしてるのが、人間よりは強いけど、その頼りは弱いから、数が少なくて他の星と戦争になったら、その種族だけだと負けるから。宇宙人ではなく地球自体に意志があり、霊魂を食べてるのでは。私が感じた現実について書いてみる。まず 3.11 が人工地震で、原発は計画通りに破壊された。報道も含めてリーコに見せかけている。現状汚染水タンクが多数あるが、あれの中にはストロンチウム90がたっぷり入っている。海にも大量に流出している。そして隠されているのが、ストロンチウム90が原因の病気である。まず発症するのが糖尿病。ストロンチウム90の崩壊物質のイットリウム90が膵臓に蓄積している研究がある。ストロンチウム90はカルシウムに紛れて血液中を流れるので、脳に回って地方症を引き起こす。ちなみに狂牛病も、ストロンチウム90が原因である。核実験の汚染牧草と骨を食べさせていたので、濃縮したの原因か。狂牛病の危険部位は、骨と骨髄で焼いても危険で、若い牛は比較的安全ということからストロンチウム90が該当する。狂牛病の牛乳にはストロンチウム90が含まれるため、乳製品が現在の地方症の主な原因だろう。血液が汚染しているので、循環器系の癌も発症しやすい。結論は 3.11 は人口削減計画なのだと思う。他にも4号機のプルトニウムプラントで、それを狙った説もある。成長ホルモン入り食肉で、人体実験みたいなクラスで病気蔓延している方が多いぞ。加工食品の食物添加物やマーガリンより、食肉の方のが危険だという説が少ない。他の注意事項。すべての通貨は引き続き有効である。イベント後の通貨の再評価が行われる。再開した銀行の会計は透明性を持つようになる。金利はなくなる。部分準備銀行制度はなくなる。国税庁は即刻解散される。カバールと強い結びつきを持っている銀行は、すべて破産になる。FRB 連邦準備銀行も即刻解散される。クレジットカードなどでの買い物による負債はそのまま残る。食料、住居、技術はすべての人に与えられる。公開市場では金の取引はなくなる。ホームレスはいなくなる。株式市場はなくなる。銀行口座のお金は凍結される。合法的に手に入れたお金であれば、新システムではそのまま残る。カバールのお金は違法なので、没収される。最初の段階では、人道目的のお金が放出される。そのための特別部隊が作られる。レジスタンスムーブメントの地上部隊が、それを指導して監視するだろう。第二段階は、地球の人口が減る時だ。人々は地球を離れるか、離れるように指導を受ける。チェイズのような銀行は破産になる。すべての人間は架空の人物として、出生届を売買交換されたのだ。合法的な商い取引の合意なら、すべて有効だ。警察部隊は再構築される。すべての人間は善良になっていく。リセット後、銀行は再開される。結果は当初の NESARA の一部と同じである。2001年の911事件を起こしたことで、カバールがそれを防いだのだ。ライトワーカーやライトウォーリアーは、地上で最も裕福な人になるだろう。なんでおかいたって、こんな電波ビンビンすればっかになったのかね。問題ないと思います。オカルト板なのにも嘘を書き込むと非常識と罵る奴がいます。オカルト板なのにわらわら。妄想とオカルトは別物だろ。非常識と罵られても仕方ない。表明不能って意味では、妄想にありイコールオカルトだわ。分ける方に無理がある。人間が何かに捕食されるっていうのは、怖いけど、進化したら食べるって、行為をやらなくなりそうなんだよな。猿が食料を火を使って調理するようになって、消化のリソースが脳に行ったっていうのが通説だろ。
順当に言ったら次は飲み物だけで暮らすとかか。宇宙人は消化器官が退化してるんじゃないの。そういう人間疑心が他の動物を捕食しまくってるのだから、自分たちが食べられる時だけ文句言うのはおかしいと思うわ。だったら自分たちも肉食うなよと。そもそも進化論が偽り、人間は初めから人間、レプテリアンその他もろもろにとっくに管理されているのに、今さら宇宙人同行騒ぐ意味がない。世間知らずな宇宙人がもし攻めてきたら、多分地球に近づく前に消されてる。人間の魂は輪廻転生というサイクルの落とし穴、罠にはまっています。そのため人間の魂は言われるがままに、太古の昔から輪廻転生を繰り返してきました。人間は様々なことを学ぶため、そしてカルマを消すために何度も輪廻転生を繰り返さなければならないと教えられてきました。しかし実際は、人間はこの世界で何も学ぶものがないのです。この世界に生まれた唯一の目的は、支配者の下でかくれんぼをするためでしかありません。かくれんぼをしたければしても良いのです。しかし人間は皆神の一部ですから、全てを知っているはずなのです。しかし忘れてしまっている。ですからそれらを思い出せば良いだけです。様々なことを学ぶために地球に輪廻転生すると言われていますが、実際はそのようなことをする必要はありません。輪廻転生は落とし穴、罠なのです。我々は騙されています。輪廻転生という名の落とし穴に落とされてしまっています。そしてもう一つ騙されていることがあります。それはカルマです。前世で積んだカルマを消すためにこの世に生まれ変わると言われますが、それも嘘です。もちろん宇宙も我々も全てがエネルギー体ですから、ネガティブな感情や考えで活動をするとネガティブ、暗いなエネルギーを発生させます。その時、人間は自分がやってしまった過ちについて許しを請うため、再び生まれ変わりカルマを消そうとします。例えば今世であなたが誰かを殺害したとします。そしてそのカルマを消すために来世に生まれ変わりますが、今度はあなたが殺害される番になります。これを繰り返して何を学べますか。単にさらなる恐怖を生み出すだけです。つまり輪廻転生で殺人ゲームを永遠に繰り返すだけなのです。これが罠のサイクルです。殺害された人は再び生まれ変わり、自分を殺した相手を殺すというサイクルを永遠に続けるということは異常すぎます。我々がやるべきことは輪廻転生ではなく、自分が誰なのかを思い出すことなのです。そして我々はマトリックスの世界でエネルギーを使って遊んでいるだけなのです。もちろん殺人は絶対にしてはなりませんが、自分が誰なのかを思い出せばそのような犯罪をするはずがありません。何が真実かはわからない。どっかで聞いたような話ばかりでうんざりする。自分というものを持っていない、これこそが因縁だ。誰かの言うことを鵜呑みにするので気度を操られてる。それを脱するには自分の上に何も置いちゃいけないんだよ。たとえそれが神であってもな。輪廻を抜け出すとき、自分の上に置いてきた全部と戦わなくちゃいけない。最後に何と戦うか見えてきたでしょ。それがいわゆるカルマの解消ってやつ。正直この地球で本当に下脱したやつなんかいない。いたら変わってるって。で、これからそういう人間が現れるから世界は変わるだろうと予言されてるわけ。俺はそれを見たいんだよ。様々なことを学ぶ勉強のために生まれてくるなら、なんで輪廻するたびに記憶がリセットされるんだよ。過去世のこと忘れてるなん。俺もそこが引っかかってた。毎回リセットされてたら成長しようがないよね。感情エネルギーを生産するためだけの家畜なら納得できるんだが、クラウドに蓄積されているのかも。今までにないデータを取るために条件を変更とか。だって前記憶残ってたら現世まともに生きようとしないし、嫌な条件だったらすぐ自殺したりとか、対策打って楽に生きようとして成長しないじゃん。あと仏教とかだと輪廻はあくまで仮のもので、卒業終了すればなくなるんでしょ。記憶は全部地球軍のもんだから、ばらけさせてステータス振り分けて走らすんでしょ。だひんだら新しいデータは回収して記憶しとく。大失敗して宇宙が壊れてもデータがあるからいくらでもやり直しが効く。途方もない時間がかかりそうだけど、時間は知的生命体に乗らないと感じないから、人間として生まれないと時間は存在しない。神がいるならなんで助けてくれないのかって思うけど、ちゃんと助けはある。非常にわかりづらくかつ邪魔もしてくる。これは未だに納得いかないとかって書き込みも全部見られている。ここが神なのか宇宙人なのか、
意識生命体なのかはわからんが、そういう存在に監視されてるってのは、ちょっとした体験で確信してる。何が条件で現れるのか知らんが、でも存在はアピールしてきても、干渉してくることはほとんどないだろうな。最新情報では我々にとって見える世界は、偽物の幻影で、隠れている神の世界が本物の世界だそうです。神は見えない世界から、隠れてこの虚構の世界を運営しているそうです。この虚構の世界からは脱出することはできません。唯一脱出する方法は他死ぬことです。しかし、法律で自殺や委託殺人は禁止されています。つまり、政府が我々のこの虚構の世界に縛り付けて脱出させないのです。もしこの知識が広まれば、安全な安楽他死で皆が計画的に他死に、虚構の世界から脱出し、本物の世界へ移行しようという動きが出てくるはずです。これこそ前向きな動きであり、この世でいられるものは、何もないと人々が悟ればそうなっていきます。ではなぜ政府はそうならないように、法律で規制して教育機関やメディアで常識をコントロールしているのでしょう？それは社会的上層に、神が介入しているからに他なりません。社会的上層は神と通じていて、大衆の人生をモルモットとして管理しているのです。これは根拠はなく私の推測です。しかし、似たような情報は過去にいくつか見た記憶があります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。